文部科学省における再就職等問題に関わる調査報告について報告をさせていただきます。文部科学省では本年1月以降、再就職等問題調査班を設置し、外部有識者である特別班員4名の指導判断の下で調査方針等を決定するとともに、調査班員として15名の弁護士の方々に参画していただき、300回以上のヒアリング調査、3000名以上を対象とした全職員調査、再就職規制導入以降の全退職者600名以上を対象とした退職者調査等、現時点でできる限りの調査を徹底的に行い、最終まとめを取りまとめました。昨日の再就職等監視委員会において了承されたことを受け、本日公表することといたしました。最終まとめにおいて、組織的な斡旋構造の全容を解明するとともに、再就職等監視委員会の調査により判明した事案と、新たに文部科学省の調査によって判明した事案等を合わせ、違法行為が確認された事案が62件ありました。確認されたこれらの行為は、文部科学行政に対する国民の信頼を著しく損ねるものであり、省を挙げて申請するとともに、文部科学省の責任者として改めて国民の皆様に心よりお詫びを申し上げます。最終まとめを踏まえ、本日改めて処分する3名を含め、関係した職員等37名について厳正な処分等を行いました。この結果、1月20日に処分した職員等と合わせると43名となり、多くの処分者を出したことは極めて遺憾なことであります。文部科学省として、再就職等に関わる構造を断ち切るために厳正に対処いたしました。これまでにも今回の斡旋行為に関与していた公益社団法人文教協会に対して、文部科学省出身者の役職員への就任等の自粛を要請するとともに、国民からの疑惑が払拭できる体制を構築できるまでの間、退職者の大学等への再就職の自粛を要請してきたところであります。また処分に関しては、文部科学省の再就職斡旋の構造の構築運用に関わってきたことや、このような事態を招いたことについて、事務方のトップである事務次官の責任を極めて重く受け止め、3人の事務次官経験者を停職相当の評価としたところであります。また最終まとめの公表にあたって、国民の関心も高く、事案の徹底解明をするという観点から、調査の結果を説明する上で必要な団体個人の名前を公表させていただきました。当然ではありますが、違法性が問われるのは、再就職の斡旋を行った文部科学省の現職職員等であり、それ以外の今回公表した団体個人に違法性はありませんが、結果として風評等が生じる事態を招いてしまっていることについて、お詫びを申し上げる次第であります。最終まとめにおいては、調査を通じて考える再発防止策のあり方として、硬直化した人事慣行や組織体制の見直し、身内意識の組織風土の改革、職員の順法意識の醸成が挙げられており、私の使命として、これを踏まえた再発防止のための方策をまとめ実行し、文部科学省が国民に信頼されうる組織になるよう、職員一丸となって与えられた職責に全力で取り組んでまいります。私からの報告は以上でございます。ありがとうございました。幹事社から、2点ほどお伺いします。まず1つですが、
処分についてですね、前の時間を含めて時間経験者3人に対して、懲戒、のですね、停職相当という極めて重い処分が発されています。これは、過去にどんな省庁でもおそらく例がないような重いことかと思いますが、この点について大臣どんなふうに考え、また受け止めてこの処分を発したのか、少し詳しくお聞かせください。今ご指摘いただいた過去の事務次官経験者3人に対する停職相当の処分といいますのは、今説明をさせていただいたとおり、今回の事案のですね、これは構造、全体構造に対する管理の責任が極めて重く評価をされたということであります。今回ですね、監視委員会の方からも再就職等規制に関する先達をする目的でこの構造が作られたというご指摘をいただきました。今回まさに最終報告を行うにあたり、今報告をした内容をお聞きをいただいたとおりですね、これは省を挙げてこの構造に関わりがあったと指摘をされても致し方ない状況であったと認識をしております。その中において事務方のトップとしての事務次官の責任というのを改めてですね、重いものであると今回の調査を通して評価をしたということでございます。はい、続けて、その会場とあっせんの仕組みの中でですね、中間報告の段階では、どちらかといえば、文科省人事課は、10の役割だったのに対して OB の方の篠木さんの関わりというのが、メインというか、というふうに語られた部分があったかと思います。最終報告でもってですね、見えてきたものというのは、そういう形ももちろんあるんですが、文科省とりわけ人事課を中心としたところがですね、いわば自律的に、再就職の斡旋行為というのを行っていたというところだったのではないかというふうにこれ見ると受け止められるんですけれども、そのあたり、極めてその根が深いのではないかというふうに思われますが、大臣としてはどのように考えていたでしょうか。この最終まとめにおいては、島の基地を介した再就職斡旋の仕組みは、再就職等規制の導入により現職職員が関与できなくなったことを契機として OB が斡旋を行うことは違法でないとの警信と島の基地の存在が大きく影響して運用されるようになったとされています。また平成22年頃には人事課職員自らが違法な斡旋行為を行っていたことや、人事課の特定職員の引き継ぎメモの内容等から、再就職斡旋は島の基地のみに頼るのではなく人事課職員自らが再就職斡旋に関わってきたものであることが明らかになっております。この再就職斡旋の過程の中で人事課長や事務次官等に調整案を伝えていた事案が見られたこと等から、省内意見調整が存在していたと見るべきであり、文部科学省の組織的な関与の中で運用されてきたと評価せざるを得ないと考えております。したがって再就職斡旋構造の構築運用に関与した事務次官以下幹部職員等の責任は厳しく問われるものとされており、今回このことも含めて厳正な処分を行ったところであります。今後二度とこのような事態が起こることがないよう、組織体制の見直しや身内意識の組織風土の改革、職員の順法意識の醸成のための研修の実施など、再発防止のための具体策を検討し着実に実行してまいりたいと考えております。ありがとうございます。もう一つだけ、大臣この全容をですね、報告受けられたときに、最初に思ったのはどんなことでしょうか。お気持ちをお願いします。この私もこの調査のですね、責任者でありました。これは再就職等監視委員会から任命権者である、私文部科学大臣にですね、
調査を命じられたものでありますから、調査の、これは、調査班が発足して2ヶ月になるかと思いますけれども、逐次報告を受け、また調査方法等に関しても、指示を出しながら、もちろん監視委員会のですね、指導もいただきながら進めてまいりました。そういったことにおきましては、調査内容は、その逐次ですね、の報告を受けていたということでございますが、当初再就職等監視委員会から指摘をいただいた37件以外にもですね、これは平成20年の12月31日制度改正まで遡って他に多くの事案が存在をし、先ほど申し上げたとおり人事課を中心とした構造が構築されていたという事実が明らかになるにつれてですね、改めて今回の問題の根深さを感じるとともに、まずは本当に国民の皆さんの文部科学省、文部行政に対する信頼を失ったこと、このことを大きく感じているところであります。ありがとうございました。川北さん、お願いします。今回の最新まとめで事案の全容は解明されたと思いますか。今回の調査においてですね、先ほど申し上げましたけれども、全職員退職者への書面調査、匿名で通報可能な相談窓口の設置、また300回以上に及ぶヒアリングなど、現時点でできる限りの調査を徹底的に行ったという意識は持っております。この結果としてですね、組織的な斡旋構造の全容を解明したと考えております。再就職等監視委員会から指摘をいただいた個別の案件のほかに、新たに27件の違法事案が判明したところであります。さらにですね、他にはもう一件もないのかというご質問をいただければ、現時点においてできる限りの調査を尽くしたということを報告させていただくしかないわけでありますし、監視委員会の方からもですね、今回の最終報告をもって、当初監視委員会の方から指示をされた調査について、きちっと報告があったというふうに了承をいただいております。ただ島貫さんを調査役とするシステムは、いつ、なぜ、どのような経緯で始まったのかというのが全く最終報告の中から読み取れないんですけども、そのあたりについてはどういうことか。それはですね、この最終報告の中にもあるように、制度が平成20年年末に改正されて以来、その今まで人事課を行っていた業務が、再就職に関わる業務がこれできなくなるという中においてですね、どういった形で今後対応すべきかという中で、平成22年の時点までにおいてですね、これはメモ等から考えますと、この構造が出来上がってきたということが書かれているわけでございまして、まさにこの報告書の中にある通りの過程であると考えております。島貫さん、個人的に自発的に私がやりますと言ったのか、それとも別に何らかの OB や現職幹部の関与があったのかというのが全くわからないかと思うんですけども、その辺はいかがお考えですか。島貫さんについては島貫さんのご発言等も織り込まさせていただいておりますし、今までのですね、委員会の参考人招致等の島貫さんの発言の中においても、当初島貫氏も自分の経験を生かせればということで協力をしていたと、そういった形の中から今回の事案がですね、これは監視委員会の方から違法、この再就職等の規制をですね、先達する目的で作り上げられてきた構造だという指摘がある通り、
まあ、まさにそれを先達する目的でこの人事課を中心としてこの構造が出来上がってきたものと考えております。ここ解明されないまま全容解明っていうふうに言ってもよろしいんでしょうか。まあ、私としてはですね、それは報告書の中に記載をさせていただきましたけれども、この平成20年の制度改正変更からですね、この制度が構築されるまでの過程については今回の報告書の中において一定程度分析をされているものと考えております。はい、どうぞ。このアステムの仕組みがどのように構築されたかっていうことが、具体的な物資とか証言が十分にないことから、誰がどのように指示をしたのかということがわからないものだと思うんですけれども、今回の調査はいずれも調査対象者も本当のことを喋ったと、ちゃんと調査に行きましたというふうに言われました。私としてはですね、全職員調査また OB に対する調査等も含めて、皆さん真摯に対応していただいた結果が今回の調査に現れているというふうに考えておりますし、もちろんまたさまざまなですね、メモ等の存在も含めて、これらの報告書に至ったということであります。そして、この調査班におけるですね、調査の手法でありますとか、また部署との取り扱いについては、外部有識者である弁護士の15名の方々にご参加をいただきながらヒアリング等も行っております。法律の専門家、実務者としての皆さんから指導をいただいた形の中での調査でございますから、その点に関しては十分な外部の目のもとに、客観性、また法律事務的な合理性を持った調査結果になっていると考えております。共同通信の関係をします。今回先ほど再発防止に取り組むということだったんですが、今回ここに出ている再発防止策、具体的に決めているという人がいるんですが、これで本当にその今まで7年続いてきた無システムであるとか、今専門家がなくなってまずですね、今回記載をされているのは再発防止策を検討する枠組みチームの形を記載させていただきました。今後の再発防止策に関しましては、今日皆さんに公表をさせていただいているこの資料はですね、昨日再就職等監視委員会で了承をいただいた内容でございます。この報告書をもとにですね、また改めて私たちも再発防止に対して、これはもう外部有識者の方々もご協力をいただきながら、そう時間はかけられないと考えておりますけれども、再発防止策を今後しっかりと構築をしたいという意味でございます。先ほど非常に根深い問題だというふうにおっしゃったんですけれども、その本当に根っこに当たるのに、先ほども質問出ましたけれども、誰がどういう形でこのシステムを作っていたのか、過程は明らかになったとおっしゃいましたが、その発端がわからないままで、いくら監視委員会がこれを了承したと、警察署を了承したとしても、このままでその実効性のあるその防止策が作れるのかというのは非常に重要なんです。先ほども申し上げましたけれども、これは制度変更後にですね、それまで人事課で行っていた再就職等に関わるものをですね、今の現職職員が自らはやることができないという中でですね、どういった方法論があるかという中で、OB の方にご協力をいただいてという形が出来上がっていったものだというふうに考えております。先ほど根深いものであったと申し上げましたのは、まさにその人事課を中心として、また人事課以外の職員においてもですね、この OB を介して、またこれは非常に残念ながら自らという事案もございましたけれども、そういった再就職等に関する現職職員が関わっていた事案があったということを考えるとですね、これはもう組織として
根深いものである。これはもう組織全体として猛省をしていかなければいけないという意味で申し上げた通りでありますが、まず今回の事案においてですね、文部科学省の中においてもまさに教育を司る文部科学省がこういった法律違反行為を犯した、そして隠蔽行為も行っていたということで社会的な信頼を失っているという意識はですね、これは全職員が今共有をしているものだと確信をしております。そういった意識の中からですね、私は今後この反省をもとに改めて文部科学省が国民の皆さんの協力を取り戻すべく、もちろん再発防止策もありますが、職員の意識としてですね、二度とこういった事態は引き起こさないという意識が今省内にあると考えております。読売新聞の伊藤です。根深いものがあったということですけど、根深いは何があるというふうに大臣自身は考えられますか。これも先ほど申し上げさせていただきましたけれども、まずはこの再就職等規制違反に関の法律的な知識がですね、不足をしていたということ、そして文科省職員の順法意識が欠如していた部分があったということが挙げられると思います。また文科省のですね、これはOBを含めた身内意識的な仲間内の意識というようなこともですね、今回の事案が構築されるにあたって影響があったものと考えております。今後の文部行政の影響についてはどのように考えますか。これは繰り返しになりますが、今信頼を失った状況である文部科学省でありますから、今回現時点でできる限り徹底した調査を行わさせていただきましたし、処分もかつて文科省においてですね、こういった処分に至ることはありませんでした。それは本当大変残念なことでありますが、厳正な処分をすることによってですね、新たな一歩、これから新しく文部科学省の信頼回復に向けて歩み出すんだと、そういう一歩にしたいと考えております。で、同時に今文部科学省においてですね、大きな教育改革の時期にあります、学習指導要領の改定もございますし、義務教育の標準法の改正や給付型奨学金といった教育行政としても大きな今変革期にある中でありますから、そういった教育、文化、スポーツ、科学技術、研究、こういった個々の分野にしっかりと着実に取り組むことによってですね、もう一度国民の皆様にご信頼いただける文科省を作っていきたいと考えております。松野大臣、歴代の文部科学大臣の責任というのは何だかあるのでしょうか。当然のことながら文部科学省のその時代時代の最高責任者は大臣でありますから、そういった意味において、政治家としての大臣の責任はあるんだろうと思います。しかしこれはもう行政の継続性の問題があり、どういった形で責任を取るかといえばですね、現在の大臣である文科省の責任者である私がすでに今大臣報酬を自主返納を6ヶ月という処分を自らに課しておりますけれども、そういった現在の大臣がその責任を負うと、結果責任として負うということではないかというふうに思います。1月の処分のことですが、
早稲田事案に関わった藤原教授の人事課長が停職したんです。で今回は直接関わった藤井さんは停職になっておるんですけども、その以外、まあ、人事課長として直接関わっている関さんですとか、あと他の方々の処分が、減給になっております。そこの処分の基準の違いって何なんでしょうか。あの処分に関するですね、基準は、まあ、過去の、まずは基準としては過去、まあ、公務員に対する処罰の基準にのっとって行われております。で個々の事案によってですね、その量刑の違いがあるというのはまさに個別の事案に関する関わり方の問題、また、まあ、どういった構造の中においてその事案がなされたかというような問題を個別にですね検証して、それぞれの、まあ、料亭になったということです。藤原さんの定職1ヶ月というのが特に重すぎたというわけではないと思います。その処分に関しては、まあ、繰り返しになりますけれども、過去の事案に比較をしてですね、個別の問題に関する分析を行った結果、それぞれ出されているということでございます。停職騒動になられている方々で、実際にはもうお辞めになられて、処分ができないような方々がいらっしゃると思うんですけれども、大臣はそういった方々に対して何か対応を求めたりとかですね、こういうことをしてほしいとかですね、例えば退職金等々を一部返納してほしいとか、そういう要望とか、そういった意向っていうのはあるんでしょうか。これは私たちのですね、この調査において、まあ、それぞれの事案に応じて判断をした結果、まあ、停職相当と、またもその個別の事案プラス、まあ、管理責任を重く見てということでございますが、停職相当ということを評価させていただきました。これはもう私たちの考え評価でございますから、個別の対応に関して私が言及するのは差し控えさせていただきたいと思います。つまりじゃあ、大臣側あるいは文科省側からアプローチはせずに、あとはその個々の退職した OB の方々がご判断されることだというふうに考えております。人事課という組織についてですね、まあ、仲介というか、まあ、特に、まあ、例えば他省庁に対してもですね、やり取りをしたりとかということで、従属的というよりむしろ主体的にその斡旋に関わっているという面も、この最終報告は3日間見て取れるんですが、特にやはり人事課に対して重い責任が、あるのかなというふうに見えますが、大臣はどう思いますか。その人事課を中心とした構造というものがあったことはもうこの報告書の中にもある通り事実でございまして、その上においてですね、人事課長がその人事課の責任者として、まあ、今回の処分においても責任を負ったということでございます。よし、読売新聞、最前線におっしゃっている大臣が、人口意識よりその身内意識だとか、仲間意識というところが、文科省で指摘されているわけですけれども、大臣ご自身は今の文科省をご覧になって、そういうことを感じられることがあるんですか、それとも今回指摘されて初めてそれに気づいたんですか。まあ、この身内意識というのがですね、まあ、いい面もあります。これがいい方に働いて、同じ教育や科学技術やですね、文化スポーツそれぞれの政策を実行するにあたって、お互いに助け合いながら、これはもう先輩も含めてですね、一丸となって進むという、これはいい特性もこの身内意識というものにはあると思いますが、その身内意識がですね、一旦まあこういった、まあ、再就職等の問題になったときに甘えの構造につながる側面があったと感じております。人口よりも身内を助けるっていうようなところをこう歪んだ形で優先させていると思います。さまざまな評価があるんだろうと
思いますけれども、まあ、今回の再就職違反の問題においてはですね、その順法意識というよりもその身内意識が優先をしてしまったということだと思います。お伺いしたいんですけれども、あの制度改正があったから本当に斡旋システムができていったと、まあ、その原因と結果というのは分かるんですけれども、誰がその特段を作ったのかとか、そこがその結局分からないままで最終報告のような幕引きみたいにしてしまって、それも大臣はそれでいいとお考えでしょうか。私は今回のですね、報告書の中に書かれている分析結果というのが事実なんだろうというふうに考えております。それは先ほど来申し上げておりますが、制度変更があってですね、しかし現実問題としての、今まで、続けてきた再就職の問題にどう対応していくかという、その現場対応の中においてこれらの構造が出来上がってきたんだろうというのが、これはもう事実としてもその通りでないかと考えております。誰か特定の個人がですね、ずっと一貫して何かを設計をしてこの構造を作り上げたという性質のものではないんだろうというふうに考えております。再発防止だとか信頼回復の件でお問い合わせなんですけれども、改めてどのような状態になれば信頼が回復されるかというか、これからどのように見えるかとしてですね、国民にその文科省変わったなというふうに示していっているときに、今の段階で大事なことを考えていますか。まず再就職自体がはですね、認められているものでありますし、今までの国会での議論でもありました通り、公務員としての経験等を生かしてさらに社会貢献をしていただく、参加していただくということが否定をされているわけではありません。今回の問題点はそれが現職職員がその再就職に関わってはいけないということの規制に関して現職職員が関わってきたということでございますので、文科省が取り組むべき再発防止策というのは、国民の皆さんからご覧になってもですね、それが きっちりと文科省の中において現職職員が関わることなく適正な手続きによって再就職がなされたと、そのチェックができる制度機関が作り上げられればですね、そのことをもってお示しができるのかなというふうに考えておりますし、そのためにはですね、やはり省内だけの議論ではなくて外部の有識者の方々からもきちっと議論をしていただきながらその制度体制を作り上げていきたいと考えております。先日退職される方にはですね、公務の自粛というのをお願いされたと思うんですけれども、それはこのチェックできる仕組みなどが上がってある程度理解が示されれば自粛を解除することになるという、そういう考えでいます。今回はあくまで、自粛という私のお願いという形で、この4月時点のですね、再就職を遠慮いただいたということでございます。このことに関してもさまざまな評価ご意見があることは承知をしておりますが、まずは文部科学省が置かれている今の立場を考えたときにですね、そういったまず姿勢を示しながら国民の皆様のご理解もいただかなければなりませんし、こういった状況の中でですね、そういった再就職が進むことがこれはご当人にとっても文科省にとっても今後の改革を考えたときにですね、それは自粛をしていただいた方がいいんだろうという判断で行いました。ご迷惑をおかけをした方も大勢いらっしゃると思っております。その期間が何ヶ月間ということを想定しているわけではありませんが、今お話をいただいた通りですね、そのしっかりとしたチェック体制が出来上がって、これであれば文科省の今後の再就職に関しては問題は発生しないだろう、そうご認識をいただける時期まで
自粛をお願いをするということでございます。よろしいですか。